埼玉西武ライオンズ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはライオンズの先発西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。次が2球目、打ちました。ショートの左抜けました。先制のランナー、バッターは2番に入っている坂本。ヒットでランナーを1塁に置いています。先発ピッチャー松坂、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。西さん、この辺りインサイド、センターへ伸びがありません。バッターボックスには指名打者の落合。ワンアウトになっています。まずはアウトコース、手元でスルスルっと逃げていくボールですね。まあただ外ばかり。インサイド打ち上げました。高い打球レフトへ。打順は4番岡本。ツーアウトになっています。初球ボール、ここは狙いを決めてそれだけを打っていく感じですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。大きな打球になった。レフトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで。最初は変化球できました。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。バックホームする。改めてお聞きしますが、バッターの丸、どういうバッティングスタイルなのでしょうか？そうですね、状況にもよりますが、基本的にはボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。インサイド落ちました。切れました。ファウル。抜けていれば貴重な追加点というところでした。またインロー、これはね、バッターがよく我慢しましたよ。バッターよく見ました。打ちました。ここはフライになっています。中村が掴んで3アウトです。さあこれからジャイアンツが守備につきます。そして秋山が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。まず何を投げてくるか。初球ボール、外れてますか。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ボール先行です。インコース決まった。打ちました。右中間に上がった。この打球はフライになっています。バッターは2番に入っている中島サンチェス。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、これが2球目。いいボールですね。はい、ストレートが決まっています。インコース打ちました。いい当たり、切れていきます。ファウル。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。岡本が掴んで2アウト。打席には3番バッター和田。2アウトになっています。初球ボール、ファウルになります。ワンボールワンストライクです。低め外れました。インコースボール、ストレートを持ってきました。スリーボールツーストライク。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁。申告敬遠を選択。勝負を避けました。バッターは一塁に向かいます。バッターボックスには5番中村。ジャイアンツピンチを広げています。さあ一打出れば同点という局面。来ると分かっていても打てないボールです。レフトに持っていった。外野大きな打球ですが頭上を越えていった。セカンドランナー
球ボール。内へ、これは決まった。3球目は何で来るか。ふわふわっと上がった。掴んで3アウト。勝ち越しは許しませんでした。2回になります。7番から始まるジャイアンツの攻撃、バッターは甲斐。ジャイアンツ同点で迎える最後の攻撃です。ミスター打ちました。ショートが取る、アウト、ワンアウトです。バッターボックスサンズ松坂、まずは先頭バッターを打ち取っています。際どいコースに送ってストライク。154キロがいきなり出ました。2球目打ちました。レフト掴んで2アウト。バッターは9番に入っている亀井。ツーアウトになっています。この回のジャイアンツ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。まあ、積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよね。2球目打ちました。ここはフライになっています。中島が抑えて3アウトチェンジです。2回の裏になります。7番から始まるライオンズの攻撃、森が打席に入ります。ジャイアンツ同点で迎える最後です。ボールになります。ボール先行です。いい配球もあります。いいボールが行きましたね。インローのストレート、力のあるボールです。2ボール2ストライクと追い込んでいます。インサイド打った、ファーストが抑えた、一塁アウト。打席には1番バッター浅村。サンチェス、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打っていった、ここはフライになっています。掴んで2アウト。バッターは9番に入っている GG 佐藤。2アウトになっています。三遊間抜けていった、クリーンヒット、レフト前ヒット、2アウトランナー1塁です。打順は1番に帰ります。バッター秋山、先ほどの打席ジャストミート、落ちた、ヒットになる、ライト前ヒット。ジャイアンツピンチになりました。さあ、そして打席には中島が入っています。タッチもセーフ。まずは慎重に外から入ってきました。ストレート打った、抜けた、セカンドランナー帰ればサヨナラですが、初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。これで3アウト。3回に入ります。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。さあ、ここから上位打線になります。バッター中畑、先ほどの打席でヒットを放っています。ジャイアンツ同点で迎える最後の攻撃です。気をつけたいですね。なるほど、そうですか。低め、これは外れた、ストライク入りません。センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ。サードランナースタートを切る。さあ、まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。ここは落としてきました。ボール先行です。これが3球目。ああ、よく見ましたね。はい、低めわずかに外れてボール、ストライクが入りません。インサイド、
弾き返した打球は左中間へ。バッターボックスには4番岡本。いや先ほどは見事なツーベースでしたね。ここも狙っていってほしいですね。そうですね。ツーアウトになっています。内へ低めに変化しました。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。これから3回の裏、ライオンズの攻撃です。そしてバッターはカブレラ。先ほどの打席は敬遠です。ジャイアンツリードで迎える最終回です。さあここでライオンズ代走を送ります。ファースト初球は何から入ってくるか。やはりランナーがいると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですね。きっちりと見極めてボールです。いいコースだったんですけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ボールが3つになります。打者の内角をえぐるような投球でした。詰まらせようかという配球です。外の球打った、抑えた、一塁へ、一塁アウト。ワンアウトランナー三塁二塁です。さあそしてバッターボックスには中村が入ります。怖いバッターが続きますね。さあアウトカウントが1つ増えましたがピンチは続きます。まあここでリードを守ることが重要ですから集中して抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。今度もインハイに持ってきました。まあ3ボールナッシングから打ってくるバッターなかなかいないですから神経質にならずにここはストライクを取ってほしいですね。ピッチャーは苦しい3ボール。バッター1球見てくるでしょう。際どいがフォアボールです。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。さあここでライオンズ代走を送ります。帰ればさよなら。クリア。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。さあ2球目は何か。ライトへ、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになった。サードここは三振が取れれば理想的ですね。そうですね。厳しいコースでした。まずは見送ります。鎧球わずかに外れています。その球打った、取った、二塁送球、二塁フォースアウト。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。